はい、どうもタクタクです。異形の街のアリやっていきましょう。さあ、もうこれ外していいんじゃないかなっていうこともあり、あと塔に行きますもん。さあ、多分この歯車が鍵になっているよね。そうだよね。で、あ、そこなんだね。はい、じゃあこれで最後開く、行っちゃおう。もうセーブできたからね。おお、セーブできないのこんな、なんかもうラスボス住んでそうなとこなのに。いや、ラスボスとかっていう概念はないけどさ。あ、いっぱいテレビが。機械の塊だ。コードやモニターがむき出しになっている。うん、もう逃がさない。お、出た。え、どうすればいいんだ。上の階につながる階段、しかし柵があり進めない。どういうこと。捕まっちゃった。これ戻されるんかい。これ何なんだろう、こういうこと。お、もう逃がさない。いや、ちょっと待って、ちょっと待って必ず来るのなんでな。ちゃんとちょっと逃げてみよう。今度はここもしかしてこういうこと。うわ、気になった。もう逃がさない。いや、やばい、どんどん来てんだけど、どんどん来てんだけど。で、ここは、はい、アメジスト。なんもないよ。もう逃がさない。来てる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 。で、ここは、はい、四角を、はい、はめる。あ、ツルハシだけ残った。もう逃がさない。いや、どこまで追っかけていくんの。もうないよ、何も。上まで行っちゃうけど、追いついた。一体何なんだこの子は。あ、博士、そこまでだ。お父さん、お父さん、わけのわからないこと言うな。首なしめ、私の兄に近づくな。だから危険だと言っただろう。こいつは教会の地下室に閉じ込めておいてもらおう。あそこは外から誰かが、鍵盤を引かない限り出られないようにしてあるんだ。さあ、家に帰ろうか。これで安心して二人で暮らせるね。え？兄って男の子？え、女の子？え、どっち？後ろ姿はちょっと男の子、女の子っぽく見えたけど。え、待って。でもなんか俺この説明、女の子ってなんか聞いたような、聞かなかったような。え、そういうこと。首すり替えられてるってこと。どういうこと。異形の街調査団エンド。いや、本当だよ。さらに、これでずっと二人で暮らせるね。これまで研究に必死で君に構って、いや、女の子だよな、でもな、リボンもあるしな。連絡して済まなかった。また外の記憶を消しておくからね。今度は逃げたりしない、してはいけないよ。二人で幸せに暮らそう。え？うん。うん。並んでる。あ、ほら、服よ、服。今の服とちゃうで。なんか首外せる外せない、外せないよね。引き出しを開けた、中に何も入っていない。え、怖い怖い。鉄格子の向こうに博士の部屋が見える。しかし鍵は見当たらない。監禁されてんだけど、なんか お父さんに。ふかふかのベッドだ。しかし今寝る気にはなれない。一通り調べちゃったけどな。ハンガーが2つある。
もう出られないよね。うん。鍵かかっている。何度も無理やり開けようとした跡がある。かなりガタついているようだ。うん。連打ゲーか、連打ゲーなのか。ここも気になる。どうすればいいんだろうね。あ、っていうかツルハシまだ持ってた。これだ、多分。待て、兄。どこ？ねえ、変な顔しているそこの君。うお。おや、君とは初めて会った気がしないな。君みたいに奇妙な頭をした住民、一度見れば忘れるはずがないと思ったが、ともかく何かあればまた声をかけてきてくれ。え？ほう、セーブする。え？なんかリボンマークがついてる。え？これは？あの子がいない。あんなにきつく言っていたのに、勝手に出て行ってしまったようだ。動けるようにしたのはまずかったかな。早く手戻さなければ。え？同じことやる感じ？ 2,5,4,3。 2周目スタートしたってことかな。ついにこの街を発見した。考察をこの手記に綴ろう。この街にはやはり住民がいた。しかし彼らは人間ではない。彼らと溶け込むよう、私も彼らと同じような姿になることにした。お父さんのこの記録が次々にあれですね、分かるようになるっていうことですかね。どんどん行こう、どんどん行こう。もう一回攻略してるからどんどん行ける。とうとう彼らに心と体を与える存在を突き止めた。町の奥にある塔、住民は塔のことを神聖視しているが、彼らの多くは塔の真実に気づいていない。未知の存在への恐怖と不安を感じる。ペンダントの写真を見ると心が安らいだ。このペンダントを握るために私は一番大切なものを思い出す。見る。まあこれちょっとどんどん進めていきましょうか。これで兄の体調が良くないようだ。心配だ。環境の変化に耐えられなかったのだろうか。少しこの町の謎を解くまでは研究の手を止めるわけにはいかない。娘のためにも早く研究を終わらせなければ。お、少しずつ分かってくる真実。兄が息を引き取ってしまった。急に体調が悪化したようだった。体調が優れなかったことは気づいていたのに何もしてあげられなかった。僕は最低な父親だ。兄死んじゃってんじゃん。だから兄って書かれてんだ。はい、どうぞ。これまあどんどんまたやっていきます。こんなとこに。兄を棺に寝かせてから3日。兄が消えた。誰かが連れ去ったのか。いや、兄は死んでいなかったのだ。目を覚まし棺から出て、今も一人で街を歩き回っているのだろう。心細いだろうに。そういうわけじゃない気もするけど。行ったにしてみるか。行ったのか。いや、嘘だ。塔に早くかっていて簡単に入らないやつだ。どうしてお父さんにその嘘をつくのだいに。と言ってはいけないよ。絶対にだ。さあ、外へ出て疲れたら、せんよって。本当なんだけどな。あれ？人形増えてる。外は怖いおじだったんだろう。もう勝手に部屋から出ていかないよ。ドアには鍵をかけておくからね。なんかいろいろ増えてるぞ。兄は生前と違いワンピースを好まないようだ。これも煙の副作用だろうか。煙？急に飛んだな。可愛らしいワンピース。あれ、ワンピースでも着てない。可愛いぬいぐるみだ。ウサギのぬいぐるみに寄り添って座っている。うん、
ほつれている、縫い目が。縫い目がほつれている。あ、またあった。6枚目かな。返せ私の。逃げろ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 。お、追いつかなかった。首なしという化け物が町をつき始めたらしい。興味深いがそういうところではない。今はあの子を目覚めさせることが最優先だ。え、ちょっとこれ1枚足りない気がする。あ、ほら、ちょっと戻ろう。7枚目。お、こんなところに。久しぶりに外に出たとき噂の首なしと遭遇した。うさぐらくってよくわからなかったが、頭部は消失していたから、 おそらくあれが首なしなのだろう。やっと目覚めたあの子をまた危険にさらすわけにいかない。部屋から出ないようにきつく言っておかなければ。なんか結構飛んでんな、何枚か。お、うさぎのぬいぐるみにワンピースを着せた。はっ、首取れたけど着るとき引っかかり首が落ちてしまった。中に入ってる思い出のペンダント、可愛らしいワンピースを着たのに写真が入っている。ちょ、見たい。可愛い笑顔の少女の写真が入っている。誰かの大切な人だろうか。これかな、足りないのかな。この塔を登れば君は自分の正体を知ることになるだろう。こう過ぎるともう力が取って最後にセーブしていくかい。セーブ、どうしよう、ここにしようかな。よし、行くぞ。さあ、どう変わるのか、エンディングが。でもなんか紙がね、全部まだ手に入ってないんだよね。それだけが気がかりだけど。さあ、参るぞ。よく見たらリボンの上ネジ止まってる。あ、落ちてんじゃん。兄が見つかった。いや、正確に言うと見つかったのは彼女の頭部、首から上だ、毛だ。彼女とはついに見つかることはなかった。しかし私の研究が正しければ、この頭があれば心と体を得るはずだ。大切に保護しておこう。はあ、で、これでこれを置いて、あれ、あ、やば、間違えた。これで逃げろー。いや、本当は自分の体だよね、あれがね。あれを見ていると心が落ち着くな、つかなくなる。その不安から逃れるため、見えないところにあれを隠した。捨てることはできなかった。ただ、それをもう見たくなかった。なぜなのか自分でよくわからない。隠されていたページが増えていっている。何日経っても兄は目を、開けようとしなかった。こんなに煙を浴びせているのになぜだ。研究を続けなければ。しばらく部屋にこもろう。かわいそうに兄、体さえあればきっと君もこの街を歩き回ることができるのに。実は歩き回ってるけどな。で、どんどん兄の、これ兄の体ってことだよね、多分ね。で、最後のページか。何か大切なものをなくした気がする。しかしそれは何だったのか思い出せない。ちょっと一通りもう一回読んでみようか、これ。あ、ちょっと、あ、逃がさない言うてるよ。逃がさない言うてる。逃がさない言うてるよ。ここちょっと待って、ちょっと待って。はい、発見。兄の体調が良くないようだ。はい、寝かせが3日後兄は消えたと。首から上だと。はいはい。首なし、自分の娘の体だと気づかず。犯人は生前違いワンピースを好まないようだ。これも煙の副作用だろうか。うん、これが真実。これは何、15枚目ってこと。あ、違う、つい機械人形の、体が、あ、
これ機械人形の体なんだ今のは。頭のリボンに、刺したネジを巻くと兄は目を開け、ぎこちなく手足を動かした。 AN140905 は完璧な兄の体だ。これで兄はまた僕の元へいてくれる。今度は研究なんかしないでずっと一緒にいてあげよう。だからあれなんだ、ボーイとして働いてるみたいな。知ってしまったんだね兄、君は一度死んだんだ。でも僕が機械人形の体を作り、この塔の煙の力でまた動くよ、ことができるようになった。これまで僕は研究にかまけて君にかまってあげられなかった。これからはもっと君のことを大切にするよ。このまま二人でこの町で暮らそう。お、待て化け物め、僕と兄は邪魔するな。めっちゃ息子が泣いてる。返して私の頭装着するとどうなるんだろう。お願い。装着してみよう。お、やば。シャキ？あれ？どうなるの？お、ついた。ありがとう。やっと取り戻せた。兄、今まで一緒に暮らしていたのは兄ではなく、僕が兄に似せて作った機械人形だったのか？いや、しかし、そんなはずがない。だって兄は、嘘だ。兄は僕と暮らしていた。これから暮らしていくはずだった。あれは、君は？ お父さんおかしになった。いや、いるやん、兄目の前に。違う。お前は兄じゃない。僕はお前にひどい言葉を言った。ひどい言葉を言ってしまった。僕は、実の娘に、兄にひどい言葉を言うはずがない。だから、お前は兄じゃない。お前は、私は！虐待して殺したってこと、本当は。お父さん。兄、そんな話し方ではなかった。兄はそんな目をしていなかった。兄はそんな表情をしていなかった。兄はどんな顔で笑っていた。助け。お父さんがもうすでに実は機械ん。あ、おかしになってる。これこれ私が大切にしたペンダントだ。そうだ、これが兄だ。君が兄だったんだね。すまない、君の存在に気づいてあげることはできなかった。やっと私を見てくれたんだね、お父さん。兄、いや、機械人形 AN140905、 感謝しよう。それはありがとう。君のおかげで私は娘の存在に気づくことができた。水晶の輝く洞窟に私の家があるんだ。そこで二人で一緒に暮らそう。ごめんなさいお父さん、それはできないわ。頭を返してもらっても私が死んでいることに変わりはないもの。死んでいるのにずっと生きるより私は安らかに眠りたい。そうか、君はそれを望むんだね。だけど私にはどうしても君の命は奪えない。だから残酷な頼みだが、君に全てを終わらせてほしい。ついてきてくれ。塔の最上階へ行こう。え、どういうこと。私はここで待っているわ。ちょっと何言ってるか分かんないんですけど、何をする気だお前ら。ちょっと話しかけてみましょう。私は長い間この町を研究していた。なぜ物の頭部を持つ住民が存在している。何が彼らを動かしている。その答えはがこの塔の煙だ。塔の成分は詳しくは分からなかったが、どうやらこの煙は町全体に作用しているようだ。煙が物を動かすようになったのはもともとこの町に暮らしていた人間によるものだった。彼らは物に心があるかのように扱い、自分の友人のように大切にしていた。物が傷ついた時にはその痛みを感じ、物と共に喜び、物が修復できないほど壊れた時には家族の死のごとく悲しんだ。そんな彼らの思いに呼応し、町を包む煙は物に心と永遠の命を与える力を持った。それによって住民たちは今もこの町へ生き続けている。この煙は死んでしまった肉体にも作用した。一度命を落としたアニーの体はこの煙によって再び命を得た。そして私も煙によって。しかし君は違う。君は私が作った機械人形だ。私やアニー、他の住民とは違い、塔の煙で生かされている存在ではない。この町の中で塔の煙を止めることができるのは君だけだ。アニーを永遠の苦しみから解放するには塔の煙を止めなければならない。しかし煙を止めればこの塔も崩壊し、この町の住民も元の姿に戻るだろう。重い決断を負わせてしまってすまない。ここまでお願いしておいて言えるかどうか
ことではないかもしれないが、どうするかは君の意思に委ねたいと思っている。赤いハンドルに手をかけて塔の煙を止めるか止めないかを選んでくれ。私は兄のところで待っている。ゆっくり考えてくれ。重すぎるよ。煙を止める、煙を止めない、僕が止められると思いますか？あの異形たちを殺すということですよ。止めます。止めることを選んだんだね。ありがとう、もう一人の私。ありがとう。止めるか。私の大切な機械人形、君にはまだ時間がある。この塔が崩れる前に来た道を戻ってここから逃げてくれ。ありがとう、うん、本当にそれでよかったのか。本当に止めなかったらどうなってたんだろう。どんどん崩れていくで。お父さん眠くなってきた。ああそろそろ時間かに。お父さん、私怖くないよ。やっと眠れるんだもの。もう疲れちゃった。そうだな、もう随分と長い時間眠っていた、いなかった。おやすみなさい。うん。悲しい。悲しすぎる。ショベルカーに戻った。セーフって書いてある。教会に咲く百合だったんですかね。めっちゃ名作やん、このゲーム。セーフって書いてる。これが物悲しいな。お母さんはっていう気もしますけど、お母さんはもっと早く亡くなっちゃったのかもしれないし、離婚したのかもしれないし、それは分かります。セーブって書いてる。ここは何かの工場だったんですかね。異形の町調査団、かっこいいこのフォント。終わりか。終わっちゃいましたね。はい、ということで終わりません。止めなかったらどうなるかということも今日はちょっとこれ見ましょう。はい、なのでもう少々お待ちください。はい、戻ってまいりました。さあ今度は止めない。これでどうなるか。煙を止めないことを選んだのね。もう一人の私、あなたがそれを選んだならそれでも構わないわ。私のお願いは自分勝手なお願いだったから。さあみんなで生きていくということかな。私たちはこれから、私の家で二人で、つつましく暮らすよ。君は、このままだと君は首なしとして町の住民に恐れられてしまう。あとは私の家に来るといい。新しい頭を作ろう。では行こうか、兄。うん、お父さん。どうなんだろう、これは。お、生きてるパターン。なんか両方別にいいエンドだけどな、これはこれで。うん、面白いよね、こういう世界があってもね。物にも魂が宿うというね、日本古来のなんかこう洋風だけどさ、雰囲気はなんか考え好きなんだよな。そういうイメージだよね、なんかね。煙というなんか科学的な、なんか魔術的な感じもしますけども、なんか日本人にも刺さるというか、まあ、作ってる人は日本人だと思うけど。お、二人戻って、はい、
で問題は機械の兄、ロボ兄、ロボ兄がどうなるかよ。頭もらえるんかな。いやこれ最後にしてよかったな。これ最後にするの面白かったな。ちょっといっぱい三角作ってたね今ね。あ、封鎖されてる塔。うん、でもまた、あ、なんか巻いてるよ。でもカチ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 って巻いてた。ロボアニーです。ロボアニーってなんだよ。頭をつけたら完璧にロボアニーになるなって俺の妄想が今どんなエンディングなのかなって膨らませましたけど、あえて表現しないということだったみたいですね。はい、なん、どんな頭つけられたんだろうな。うさささんの頭落ちたから、うささんだっけ、あれつけられるのかな、どうなんだろう。はい、ということで異形の街の兄、すごい俺名作だと思ったけどな。ぜひねちょっとこの今回の動画見て興味のある人は自分自身でやってもらいたいですし、ちょっとこれは布教してくれ、みんな名とんでもねフリーゲームができたぞということでね。あ、これはもう僕は2021年度の傑作、あれこれ制作されたの2021年やってる去年かもしれませんけど、近年ね、ね結構傑作が多いですけども、中でもね群を抜いているんじゃないかなと思います。はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。次回作とか、作者さんの次回作とかありましたら、ぜひ、やらせていただきたいと思います。それではまたお会いしましょう。したっけ。